本当に僕が演じた亮太っていうキャラクターは今の日本を代表する若者の象徴だと思ってます、うん、本当にこう一見チャランポランに見えるんですけどもちゃんと芯を持ってる、うん、あの男の子なので、はい、そこはすごいこう自分と共感する部分があるのでなんか香港の人たちに今の日本の男性はこうだよってことを知ってもらいたいです私はそうですね、なんか好きなことを好きってそれだけを突き詰めてる感じとかは私も好きなものができると割とこう周り何も見えなくなるタイプなのでそういうところは似てるなと思います。怪我は、まあ、みんな本当に大きな怪我はないんですけど大きな怪我も ありましたけどどうですか？私もいっぱい怪我しました。今は全然大丈夫です。でもやっぱりなんか怪我してるとうわ稽古してるなっていう気分になってなんかすごい楽しかったです。それも含めて撮影の本当に稽古の2ヶ月と撮影期間の3ヶ月で約5ヶ月ぐらいずっとみんなと一緒にいたのでなんかその中で撮影でみんなで一緒にご飯食べたりとかなんか相撲の稽古をしたりとか楽しいこともしんどいことも本当に一緒に経験したのでなんか青春だなって思いましたね。全部が待ち時間一緒にあのゲームして遊んだりするのも全部楽しい思い出ばっかりですね、うん、あります。ないですね。空港が大きくてキャセイパシフィック航空のラウンジ最高だなと思いました。何年前？4年ぐらい前ですね。でも街がすごくみんな人が明るくて香港の人たちすごい優しかったあの思い出が知ってます。少林サッカー。少林サッカーなんだろう。僕はウォンカーワイ監督の恋する惑星すごい大好きです。多分金城武さんがすごく活躍されてますよね香港で。ウォンカーワイ大好きです。请订阅我们的 YouTube 频道，记得揿埋个钟仔啊！